こんばんは。お。あ、やっほー、しゅんじ。お疲れー。うん、お。来ましたー、ニコニコ坊主さん、こんばんは。<laughs> 宮古島、うわ、めっちゃいいな。最高。いいな。いつもありがとうございます。お、早速質問いいですか。いいですよ。どうぞどうぞ。もうばんばん質問ください。あの、今日もばんばん喋ります。<laughs> いっぱい喋ります。 やばい、英語あ、これ英語でもないのかなエスパニアスペイン、スペインからかな <laughs> 皆さんこんばんは、スペインは今、あれかな時間的にどうなんだろう、朝かなスペイン行きたいな、スペイン大好きなんですよね私 皆さんこんばんは今日もど年どし質問受け付けますなんかあれですね今日夜歩いてたらなんかほんと涼しいなと思って夜あそうそうそうふくろうくんさんあのー 私のね、おじいちゃんの蜂蜜、おじいちゃんが撮ってる蜂蜜の動画を撮りたい、あ、見たいって言うんですけど、私たちも、あのね、蜂蜜の動画撮りたいなと思ってて、おじいちゃんにお願いしたらいいよって言ってたんで、ちょっと近々撮りに行きたいと思います。おじいちゃんがどうやって蜂蜜を撮っているのかっていうのを見たことないので、なんか一人でやってるから、 ちょっとその頑張って撮ってる蜂蜜を見たいなって思います黒ひ、黒ひょう印の蜂蜜発売されそうですかえ、発売はしてますよえ、私の蜂、私のミツじゃないけど <laughs> おじいちゃんの蜂蜜は,は発売はしてますぜひぜひお買い求めください <laughs> えーっと組手の時に早速質問です組手の時にカウンターが怖くて全然攻めることができませんどうしたら恐怖心をなくせますかそうねあの何、ー、だろう例えばねどうしたら恐怖心をなくせるかっていうのは本当にその人に合った方法が絶対にあると思うので。 カウンターが怖くて攻めることができないだったら逆にカウンターをさせればいいんじゃないかなって思う私はねだってわざわざ苦手なことを自分で無理してやろうとするより得意なことをどうやったら出せるかっていう考えの方がいいかなって思いますなんか なんだろうあの私もあのカウンターが得意だからすごくカウンターをやりたいなって思っててでもこう攻めなきゃいけない攻めなきゃいけないっていう気持ちもあった時代もあってでも無理に攻めなきゃいけない攻めなきゃいけないってなってもあの攻めてもカウンターやられるんですよだから逆にもう攻めないことを覚えて。 もう攻めないで、ええじりじり詰めながら、ギリギリのラインで詰める。でやると相手が出してくれるから、私の得意なカウンターが使えるんですよ。だからそっちで、ちょっとアプローチかけたらどうかなって思います。で、うん、恐怖心。そうね、恐怖心か。私あんまり恐怖心ないんですよね。なんか昔か昔ら ちちっちゃくてすごいあのやられてたから <laughs> もう怖くなくなっちゃったう <laughs> んーとねクロウくんさんただのあやかの LINE スタンプを販売してほしいですあ私のこと知ってるんですね格闘技仲間会社の人は知ら,知らないのでまずは LINE の返信にスタンプを送って広めたいです <laughs> あーでもね、そうですね。格闘技知らない人は知らないと思います。てか、格闘技知ってても、私はその格闘技の中の、また空手の中の、また一人だから。<laughs> 全然、あれかね。でも、ありがとうございます。広めてくれようとして <laughs>。本当に嬉しいです。LINE スタンプね、確かに、あったら面白いな。皆さん使ってくれますか <laughs> なんか、スタンプ作れる人とか、 いいないんですかねスタンプこの中で作れる人いたらめちゃめちゃあれですね嬉しいな LINE スタンプ依頼します私からできそうな人いたら連絡ください <laughs> <laughs> そうそうそうあ罰のポーズパブパブあれね <laughs> ふざけてるよねマジで <laughs> そうなんですよねめっちゃふざけちゃうんですよねなんか真剣にやってたんですけどねあの時めっちゃ真剣に動画撮る時結構真剣にやるんですけどどうしても出ちゃう <laughs> お私作れるよマジっすか 作れ LINE スタンプ作れる人ありがたいですちょっとなんか面白い LINE スタンプ作ってほしいななんかお出たらほしい本当ですかやったみんなしてくれるかな, <laughs> みんなに LINE をしてほしいなおエアーグレー トリックかさコンタクトからとやっています基本的な結構の技が組手になると全然できません組手の攻撃が見えず自分が技を出すだけ精一杯難しいですねそうですねなんかうん例えば空手でも技がめちゃくちゃ上手にできるとか綺麗にできるだけだと こう試合になった時に勝てるかなって言ったらうんちょっと難しくなりますねでもその技の完成度もすごく大事だしだから技を磨いて磨いてそれをまた使えるように落とし込んでいくっていうのがでもね時間がかかるからこそ私は楽しいと思うんですけどねなんかすぐできちゃったら私はもういいやと思っちゃう飽きちゃうけど クラテはこんだけ20今何年間かやってるけど23年とかやってるけどまだまだできないことがいっぱいあるから面白いなってもう本当になんかゴールがないっていうかまあ自分の目標はあるけどこれできるようになろうできるようになろうっていうものはあるけどやっぱり相手が相手のものなのでなんだろう その相相手手ににはは通通用用ししても違う相手には通用しないじゃあこの相手に通用する技は何だろうとか動きは何だろうって考えたりするからほんとになんかちょっと違うだけで変わってくるから面白いですね。うーんなんかさっき坂口拓さんの。 ウェイブ,ブってなんだろうおふくろくんさんありがとうございます。格闘技最高 <laughs> ありがとうございます。おとっトゥッティさんこんばんはいつもありがとうございます。ゆめっぴさん。 今高校2年生です。技のスピードが出ないのですがどうすれば速くなるのですか筋トレは必要ですか教えてくださったら嬉しいです。ありがとうございます。えっとね、まず技のスピードが出ないのはなぜかっていうのを分かってないと筋トレが大事、うんと必要なのかが分からない。ん言ってること合ってるかな <laughs> なんかぐちゃぐちゃしてる <laughs>。えー、原因。 なんで技ののスピードが遅いのかで例えばなんだろう力が入っちゃって遅いだったら脱力すればいいしなんだろう焦って早く早くやろうとしすぎてあそれもでもまあ力入っちゃうのか早く出そうとしすぎて力入るとかあとはこう脇が空いてるから遅いのか足から力がしっかり 連動してないいいいかかから遅いのかととかいろいろあると思うんですねそこをまず分からないと自分で何をすればいいかが分からないと思うただただあのー、あれですね筋トレしたところで速くならないと思うあと筋トレはやるんだったらどこをやるのかな筋トレどこやるのかにもよる すすごくく逆に遅くなっっちゃったりする可能性もあるからなんかそれはこうまあ私は今この文章でしか見てないからわかんないけどなんだろう私のパーソナルレッスン受けてくれてる子どもたちとかあの主婦の方とかにはやっぱりちゃんと動きを見てからあここが足りないなと思ってじゃあこれをしましょうっていうことを言うからうんそうだねなんとも見なきゃいけない。 わかんないことだけどそうねスピードが出ないスピードが出ないとりあえずとにかく一回じゃあちょっと脱力して肘から前に出す技を前に出すっていうのをイメージした方がいいかな、えー、足がちゃんと使えてなかったらそれもそれで遅くなっちゃうんだけど <laughs> ごめんなさいなんかこういろいろいろいっぱい言っちゃったけどんちょっと見てみないとでもそれは何とも言えないですね なんかよくこう「脇空いてるよ」とか言われるんだったらその脇閉めた方がいいしあちょうどいいところに高雪さん久保田高之さん脱力って意識してますかはいああもう意識はしてないです基本はもう体の中にあの脱力が埋め込まれてるので <laughs> 私は脱力してないと言わず出ないです なんかね、あの力は本当にもう抜こう抜こうってダランとイメージ的にはで一つのところだけちゃんとあの意識してると体感は安定するのでだからそういうねあのやり方とかもちょっとこれ見てるみんなに本当に教えてほしいあ教えてい <laughs> きたいなと思うし。 なんだろう高校生とか小学生も見てるかもしれないからちょっとね教えていきたいんですよねどうだろうなんかそういうのあー朝とか YouTube ライブとか見ないかな朝は見ないか土日とかどうだろういつ見るのかなみんな YouTube ライブ朝朝やってなんかその体の使い方とかそういうのを やろうかなとも思ってるんですけどうんやっぱ夜の方がみんな時難しいなうんでもね脱力は本当にあに最初は意識して意識して脱力脱力ってやった方がいいと思いますえっ、ー、と意識しないと自然に力入ってますみんな気付かないかもしれないけどちょっと今 今リラックスしてみますかじゃあちょっとあのできる人はちょっと今リラックスしてみましょうか体の力抜いていこうまずは肩をちょっとぎゅーって上に上げてくださいぎゅーっていっぱい上げてで息を吐きながらダランともう一回ぎゅーって上げて息を吐きながらダランもう一回ラスト力ぎゅーって上に,上に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  力入れてー、はい、ンそうあの力を入れて離すこの時の「ダラン」っていうのがすごく大事なのでずーっとダラン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 ってなっててもあのメリハリがないのでギュッと力入れてもギュッと握ったらってやるとかそうすると余計この「入る」「抜ける」「入る」「抜ける」っていう。 メリハリがしっかりできると思うので、わかりやすいかなって思います。特に、あの脱力、難しい、脱力、苦手って人は。やってみてください。うん、いな嫌なことがあった時の。解決方法。そうね、嫌なことがあった時は。寝る。<laughs> です。私は基本。寝ます。うん。 寝るのは好きだから結構寝るんだけど寝ると本当にすっきりさっぱりなるんだよねそれでもあのー、ダメな場合はもう無になる何だろうん,なんか瞑想とかする人もいると思うんですけど私基本的に瞑想はあんまりしなくて例えばあ海私海大好きなのでもう皆さん知ってるかと思うんですけど。 海大好きなので海に行って何にも考えないなんか普段いろいろみんな考えてると思うんですよねなんだろう例えばこうあ子供のことやらなきゃとかあ何々やらなきゃっていっぱい考えてると思う誰々さんに何言わなきゃとかねいっぱい考えてると思うんだけどもうそれ一回やめるもう全部やめる全部やめるで 何にも考えないでダラーンってして全部の力抜いて太陽のかかさだけを感じるとか例えばね私の方法ですよこれはみんなにはまるかは分かんないけど私の方法は太陽の温かさだけを感じるああったかいなーっていうだけ <laughs> とかうんなんか非日,日常な感じを入れると なんかね、自分のやるべきことっていうのが見えてくると思ういいろろやらなきゃやらなきゃやらなきゃってなってわーってなる人もね結構いると思う今のこの世の中 <laughs> この世の中とか言って <laughs> かなうんノかあったっけト。ああとても勉強になります はい、後ろ足で前を詰める技術うん後ろ足で前を詰める技術めっちゃいいですよねあれは自然にできるともっともっと楽しくなると思います <laughs> こんばんはキックボクシングをやっていますが足関係の動画をすごく参考にさせていただいてますあやっぱり蹴り蹴りとかいいのかな私キックボクシングあ明日行くわキックボクシング <laughs> 明日も動きに行きます マサヤンさんありがとうございます皆さんコメントありがとうございます今日も嬉しいな <laughs> イグニトライさんすいません私あの漢字が読めない <laughs> これなんだろう誰か読める人教えて <laughs> 何何とか意識するんですかニコニコ坊主さんまたまたありがとうございますお肌の調子は いかかがですかどうでしょうツヤ肌今日もおでこ光ってるんだよ <laughs> いつもおでこ光ってる <laughs> えーっと「子供に格闘技を広めたいそうなんですよね広めたい重心は意識してますかしてます!」あの重心移動体重移動めちゃめちゃ大事だからこれもうはい <laughs> 大事です <laughs> ベクサ選手っ仲いいですかはい仲いいですよあのもうあゆみ先輩は本当に高校の先輩なので直属の1個上 集団好きで後ろの足の膝を地面につけるの良くないですか良くない良くないん？いいか悪いかって言ったら私はつけない方が力が入ると思いますつけちゃうとなんかこう当たった瞬間に崩れる気がするんですよねあとつけると単純に膝が痛い <laughs> からあんまりつけないようにしてますでもつけないように練習してて いざとなった時についちゃうのは全然いいと思います。なんかそこはすっごいこだわり必要はないと思うけど、私はつけない方が力が入ります。前に力がいく。<laughs> お加藤さん。おっす。<laughs> 出張で教えてほしい。出張か。なるほどね。出張ね。 なかなかあれですね新潟新潟好きですよ自然が多くていいですよねうーん極身系組み手のボ,ボキャラバラリーを増やしたいうんうん、うん、確かにねうーんなるほどね東京の どこでで指導されてるかそうなんですよね私指導はしてなくてあしてるけど道場では一応子供たちには教えてるけど大人への指導がしてなくて出張もねちょっとあれだな考えますねそうだね対面で今基本やってないからうん対面のパーソナルとかもねできればいいですけどね 対面パーソナルちょっと考えておきますね野村さんそれは瞑想では瞑想瞑想ってなんかこうなんか私の中でこれをこうしてこうしていきましょうみたいな感じのイメージだったんですけどなんかまあ瞑想もあれかでも、まあ、いろんなこと忘れましょうみたいな感じ瞑想なのかな <laughs> こんばんばは まあ久々さんなかなか難しい <laughs> そうそうそうなんかうんやっぱりねこういろんなこと考えますよね一日何時間ぐらい練習してますかな私は2時間ぐらいかななんか3時間以上やると結構あの集中力もこなくなってくるのでお腹空すいたなとか思っちゃうから <laughs> お腹空すいたと思ったらちょっとやめる あのー、そうですね何時間ってあんま決めてないです気分ですねこんばんはよしさん小6の娘ですが練習時はいろいろな技を試しているんですが試合の時になると攻撃はワンパターンなり読まれてしまいますどうしたらいいでしょうかどうしたらいいかうーんどうしましょうね <laughs> あの私はその 小6の子じゃないから <laughs> わかんないんすけどその小6の娘さんに聞いてみた方がいいかななんか親がどうしたらいいかって考えるより多分子供がなんだろうなんでこれ使ってなかったあこれ練習したじゃんって言ってでなんて反応するかとか私は 気になりますねえこれできてたじゃんってえ、試合の時できてたあ試合じゃないか練習の時めっちゃできてたじゃんって言って使ってみる使ってみればとかでも多分アップアップになっちゃう子もいるだろうしその子によって全然タイプが違うからでも私はこれが使いたかったとかあるじゃないですか多分子供なりに絶対あると思うだからその子のこう考えてること を理解するっていいいうことが一番いいんじゃないかなでそれで「あ,あそっかその子はこうしたかったんだ」じゃあこうやってアプローチしてあげると自然に出せるようになるかもとかなんか自信がない子とかもいると思うし私がこれやっても入らないかもしれないとかもしかしたらねいるかもしれないからそれはどうやその子をどうやったら自信つけさせられるかなとかそういうこう。 なんだろうお母さんお父さんもあのー、なんだろうなー引き上げちょっと背中を押してあげるっていうか押してあげてほしいなそういうふわっと <laughs> なんかなんでこれできないのとかこれやってたじゃんなんで出さないのって言ったところでなんか子どもたちにはあんまり響かないと思うなんかただ怒られてると思っちゃうから私もそれ言われたら多分怒られてると思っちゃう。 出さななきゃいけないけんだとかでもいけないわけじゃないし出してほしいなっていう気持ちとその出したいなっていう気持ちがマッチすれば全然いいんだけどうん長くなりましたね <laughs> そんな感じかな私はそうやっって,てててて育いいいきたいなって思いますねあのプライベートレッスンしてる子も私が教えてる道場の子たちもそうやって自分でやろう 思うような指導をしていきたいなって思います螺旋とか意識するんですか螺旋かあなんか繋がりとかですかね螺旋って意識しますねあの基本的にもう体のことは全部意識してますなんだろう動き体の動き見えない前向いてて後ろ足でもどっちに向いてるかとかそういうのは基本意識してやります で、意識してやってると、だん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 意識しなくてもできるようになってきます。どうしても自然と腰が高くなります。問題は何ですか落とすためにはどう意識するといいですかえっとね、意識すれば落とせます。<laughs> あのー、すごく簡単に言っちゃうとね。だから意識が足りないだけだと思う。だって落とすためにはどう意識するといいですかでしょ落とすために意識しようとしてるじゃないですか。 その意識を落とすっていうことだけに集中すればいいと思う。どうだろうこのあれでなんとなく伝わりますかね <laughs> あのただ例えばなんか月を止めたいんですでも止まらないんですっていう人がいるとするんじゃないですか止めたいけど止まらない止めたいっていう気持ちがあれば多分止まると思うんですよね。<laughs> あの止止止止止めめめめめる止める止めるるる 止まるじゃないですか。でも止められないブレる。ここにはどういう原因があるかな？って思ったら止められない。こっちのあの体の方が止まってなかったら止められない。だから、じゃあ体を止める意識をしよう。あのぎゅってちゃんと締める。最後に締める意識をしようとか、どん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 こう意識が変わってくると思うんですね。だから腰に落としたいためには？ まず腰を落とす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 っていうイメージあとは足の筋力が足りないかもしれないですねそういう場合はもしかしたらね本当に見てないから本当にねこのだけじゃ分かんないですねやっぱこの <laughs> なんて言うんだろうハリー・ウォングさんありがとうございますえ海外からもこれ何これすごありがとうございますはい ハディウォングさんありがとうございますなんかねすごいな海外からもそっかできるんだ嬉しいニコニコ坊主さんエアービンタお願いしますはいニコニコ坊主さんいきますよせーの早くて今自分の手が見えなかった <laughs> 多分吹っ飛びましたね <laughs> うんそうね 一度でいいので <laughs> いやオラ悟空って <laughs> オラアヤカじゃなくてオラ悟空ですか <laughs> 野村さんまきまわらはどうしてますかまきわらはあの小,学あ小学生じゃないまきわらはね大学生の時に月が弱いって言われてまきわらついてここら辺血だらけになっちゃってうわやりたくないと思った <laughs> 記憶 <laughs> うーんえみーさんこんばんはととねねさんこんばんはプライベートレッスンは日にちや回数とか決まってるんですかはい決まってないですえっとねプライベートレッスンは基本私とその,あのレッスン受けたい方の会う日にちでやってますで今はど土日の午前中とかが結構埋まってるんですよね空いてるところもあるんですけど 平日の夜とかは空いてますね基本うんあの増えすぎちゃうとあれですけどもう埋まっちゃうけど最近ちょっとねプライベートレッスンのあれが続々と来てるので嬉しいですねよかったらあのまあ、金額とかもあの詳細お送りするのでよかったらメールにてご連絡ください回数は1回からできますうーん 総合格闘技堀口さんと伝統コラボしてああ堀口さん空手やってたんですよねなるほどふわっと背中を押す <laughs> ちゃんゆうさんこんばんはプライベートの動画も出してほしいですプライベート私何してるかなうん、<laughs> ちゃんゆうさんなさんでできないのって言っちゃいますあやっぱりあるあるですそれは何かさ何かさとか言って <laughs> あの 大人も勉強ですよねそれは本当に子供に勉強させ私も「うわここ出せたじゃん出そうよ」って思うけど思うけどでも出さない何かがあったからかもしれないし何にも考えてない子かもしれない何にも考えてない子だったら逆に「今だよ」って言えば出せる <laughs> 後ろで「はい」って言えば出してくれるから。 逆にだ出させるのは簡単ですよでもいろいろ子供なりに考えてやってるとやっぱりそこでねこうあるからでも子供がそうやって考えてやってるんだったらもうほっといてやらせた方がいいかなって私的には思うんですけどね股関節の根元とかは入れたり出したりして突きを出しあーなるほどねあ結構細かいことまであれですねそうですね根元大事ですよ しっかりぎュって入れるとか。伸ばすとか、うん。かなり大事だと思います。脱力。うん,ふふん。お。よしおさん。きたずー。めいよしおさん。おすー。<laughs> 神奈川県の保育士を保育士試験突破したよ一時試験のみ一時おめでとうございますすごい保育士さんかいいな保育士さんカルトさん黒ギャル空手か <laughs> 待って何それ褒め言葉なの <laughs> 褒め言葉 すごいシンガポールドルルシンガポールのあれかお金なんだすごいへえすごいな嬉しいね正しい懸垂のやり方難しいですかうんそうですね懸垂のやり方難しいなんかしかも頭で考えすぎちゃうとなんかもうえっってなる <laughs> 今も和同流の基礎練習とかされてますか あー和道流の基礎練んか私流派あんまりそこまでなんかなんだろう細かくあんまり分かってないかもうーんそうだねなんか基礎はえっと私 空手ムーブメントっていうのを先月か先月まで結構やってたんですよ空手の動きを使ったエクササイズでそういうので、あのー、大事な基礎体力基礎筋力を結構つけてたからなんだその空うーんそうだね型とかやるにはすごく大事だと思う流派の基礎練習でも組手とかまあ他の動き 何でもいいんだけど他のスポーツやるには基礎筋力基礎体力があればあと体の動かし方使い方が分かればあのね大体できちゃうんじゃないかなって思ってます私は技術も大事だよすごく大事技術もやってきたけどそうだねうんなんかそういうのが大事かなって思いますね来週の3連休 お、道着試着会なんてあるのえあ、そうださっき道義、道義の決めるポイント道義何がいいかっていうポイント私はアディダス着てるんですけど広田の道義もすごい良かったですよすごく良かったアディダスの道義は本当にペラペラって感じなんかサラサラペラペラって感じ広田の道義はあの薄いけど なんかししっかりしてる中が透けないようにななったりしてるかからそそれもそれもでですすごくいいですねなんかいねんろんなどの道着メーカーも何だろういいところがいっぱいあるからその自分に合った伸びる道着が伸びるっていうか動きやすい道着がいいんだったら薄い方がいいだろうしちょっと透けるの嫌だなって思ったらヒロタん道着もすごいいいと思うしシュレードの道着も。 結構薄めだったな。でシュレーーの道具はちょっと値段が安めなんですよね。なんから値段安くしたいなって思ったらシュレーーの道具でもいいし、なんかとにかくうん全部いいところありますね。<laughs> ええ<ー笑>ふくろくんさん海を愛するための精いですか。海でなんパされた時どんなふうに答えるんでしょうか。何件もめんどそう <laughs> えっと。 うんナンパあんまりないですけどね。一緒にお酒飲もうよって言われたら、あ、お酒飲めませんって。<laughs> 未成年ですって言ったり <laughs>。すいません、未成年です。未成年だから飲めないですって言ったり <laughs> してましたね。<laughs> もう今はあれかもしんないけど <laughs>、完全に未成年には見えないかもしんないから、できないけど。基本は、うん。さ、なんかさーって。 すいませんっていうだけ。ととねねさんありがとうございます。検討させていただきます。あっガチセミナー良かったのでありがとうございます <laughs> そうセミナーもねうんやっぱりこう一人一人にすごくね教えたいなって感じましたなんかグループでやった時にね。子どもへの指導は分かりやすい言葉で考えるので苦労します。分かりやすい言葉で と考えるであーなるほどねそっか分かりやすい言葉うん <coughs> 私はあの基本難しい言葉苦手だから私がねだから逆にもう超超超分かりやすい言葉で説明するから子どもたちでも分かってくれるのですごく。 いいいででですすねねねううん、そうだ、ね、そだこが難しいですよ、ね、1人で切るカウンターの練習,カの練習かカウンターっていうとうーん後ろへ取るやつですかね後ろへ取るカウンターですかねそしたら一人で練習するんだったらこの後ろで後ろの後ろに行くスピードを速くする。 相手を想像してね後ろに行くスピードを速くするのと突き出す練習うん一人でもできますね全然できますえー、えええー、あさん組手に関して質問してもよろしいでしょうかぜひぜひ <laughs> シンガポールにもリスナーが <laughs> やはりただの選手は海外に羽ばたく武器だはい羽ば,かき羽ばたきたいもうふわってふわって羽ばたきたい <laughs> です <laughs> 私は小糖館ですが和道の理論もいい考えだと思っそうそうそうあのねどの流派もねいいところいっぱいあると思うんだだからこの流派この流派とかだからあんまり私はこだわってないですね 一応その道場には流派があって、大学にもね、その流派をこう教えるんだけど、でもね、何習ってもいいことが絶対あるからいっぱい。そのいいところを全部吸収しちゃって。で、最強になればいいと思う。みんな。みんな最強になればいいと思うよ。コツコツが勝つコツ。すごいいい名前。<laughs> ワンツーの冗談。 冗談の使う距離とタイミングを教えてくださいえー、ワンツーの冗談冗談の使う距離とタイミングえー、距離とかタイミングはね多分この会話じゃ教えられないと思うなかなか <laughs> 動きを使わないと教えられないと思ううんだってなんだろう距離って距離タイミングはもうこう相手が動く瞬間だけど距離は その人によって全然違うからでその人の進む距離にもよるから今ここで何メートルですっていうのは言えないだからうんそうだねワンツーの冗談うーん難しいな技を説明するのって難しいですね言葉で説明するのってだからもう早い話なんだろううん 早い話本当にあの私のレッスン受けてくれちゃった方がマジで早いと思うんだけどでもまあ値段とか時間とかもあるしそれは本当に全然大丈夫なんですけど <laughs> 本当に受けたい人だけでいいんですけどでもあの技一回覚えちゃえばもうそれをものにすればいいだけだからうんなんかセミナー受けてもらうか私のマンツーマンレッスン受けてもらうか。 かするとめっちゃ早いと思うよ、えー、<laughs> 黒ギャル未成年褒め言葉絶対褒めてない <laughs> 絶対褒めてないよそれも未成年ですね <laughs> そうそうそう未成年ですって言えばお酒ねもう持ってこないから <laughs> おなんでもアーリーチャンネルさんこんばんは 初めまして、時々見てます。ありがとうございます。毎日見てください。<laughs> 中高はどこですか中学はもう地元の中学校で普通の空手部とかない。高校は柏日大高校です。上、えー、草あゆみ先輩と同じ高校です。小学館で10年やってましたが、最近 YouTube 空手動画も増えてますが、勉強になるのですが、ライバルにとってはネタ明かしみたいに思えるのですが、その辺気になりませんかそうか、えー。気になりません。はっきり言うと。 だって別にえっ、ー、とその打ち方その自分の考えてることを言ったところでそこで使うかわからないから <laughs> その人に使うかわかんないから全部を。で私もなんだろううん常にレベルアップしてるつもりだから自分が。 だからその時にそれを出しても今は考え変わってるかもしれない。だから一番最初に出した動画と今の私は多分違うから違うことを言ってるかもしれない。けど前の動画より今のこれ、この学んだ方がいいなと思ったらそれを伝えるよ。だからその時によって違ってくるからうん、だからみんな、だから進化していくんじゃないかなって思う。だから私はその進化も 見てほしいし、って感じかな。うん。なんかね、こう隠して隠してっていうの私できないんですよ。<laughs> すごくなんかモヤモヤするっていうか、なん別に出したところで、自分がもっと強くなればいいし、もっとできるようになるなればいいし、って思う。彩香さんはバズらせたい。<laughs> カルトさんバズらせてください。お願いします。 <laughs> スポンサーつけようスポンサーね欲しい <laughs> スポンサー欲しいです私ねなんかつけ方とかも分からないからスポンサーとかもうん組手中に意識してる呼吸はありますか呼吸はないな呼吸はないけど距離感だけはめっちゃ意識してる チアに尻尾が生えてると思え猫のようにピンと尻尾を立てるイメージで体を使え,え難しい <laughs> 私は尻尾が生えてるイメージしたことないですちょっと今度やってみよう <laughs> ショートチャンネルさんありがとうございます今度やってみます <laughs> バズらせるにはラインスタンプラインスタンプ未成年ですもう追加ではい。ラインスタンプ誰か作って誰か作ってよ えーっと会話じゃ教えられないからコインレッスンですね。そうなんですよ。会話でね分かったところで結局なんだろう実践してるのを見たりあの受けない何自分で受けたりしないと分からないなって私はね頭で分かって分かる人もいるかもしれないけどできちゃう人もいるかもしれないけどでも私はそういううん教え方よりもっともっとコアに。 しっかり伝えていきたいなって思うので。うん。プライベートレッスンはいつもおすすめしてます。うん。中国系。中国武術。ええー、中国武術か。見たことないな、中国武術。でも、なんか、あれとか。気になる。なんだっけな、なんだっけな。 気になるのに覚えてないっていうねあまり気にならないってことですね <laughs> その件は福地の動画も言ってたけど極めてててる技は分かってても食らうそ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 れそれ極めててもあ極めててもじゃない極めてるやつは相手が相手にバレてても入るからで自信があるから大丈夫っていうことかなそうだねうん そうそうそうだからいくらねこう相手にバレ,てたバレてても入るような技を自分でもっともっと研究してもっともっと素晴らしい技を <laughs> あの身につければもういい,い,いなと思います <laughs> 試合は茶髪で出てるんですかそうでででですすよよ茶色あののの別に決ままりとかないのであ大学生の時までは <coughs> 黒髪でした大学はあの髪の毛染めちゃいけないので黒髪でしたでも今は別にそういう縛りとかないから <laughs> 全然海外でもね金髪だけどね海外金髪なんですよみんな結構 <laughs> 金髪では出ないんですか私金髪似合わないと思うんですよね <laughs> てかこれで金髪にしたらヤバくないですか黒くて金髪で そそれこそなんかギャルみたいになっちゃう。<laughs> ね。ギャルみたいになっちゃうから、金髪はちょっとな。いや、でもね、一回やってみたかったんですよね、金髪。やってみたい時期もあったんですけど、うん、あもういいかな。<laughs> お割とマジでカルテ経験者の経営者コミュニティにちょっと話題に泳いてます。おマジ嬉しい。え、めっちゃ嬉しいよ。 スタンプ作って作ってきゃー嬉しい嬉しすぎるよそれは、えー、部下に作らせますお願いします <laughs> 部下に作らせちゃってくださいお願いします <laughs> 嬉しいありがたいもうそういう何技術を持った人いろんな技術を持った人たちがやっぱりここにいるわけで <laughs> ねえ 待って黒ギャル未成年が頭から離れないとかやめて <laughs> もう <laughs> そうねありがとうございますなんかもう <laughs> 本当に浅いか空手の館長さんの娘さんは筋肉をあ筋力を使わない空手を使うんですけど筋力つかないむしろ才能そうだね 本当に筋力ね使わないでも素晴らしいと思う筋力使わないってあのー、なんだろうでも私も極力力を抜くっていうことをやってるんだけどで最後だけ力入れるけどねやっぱりでもそうだねすごいねでも。 でもなんかこうパッて入る時とかってやっぱり筋力ガンって使うから足の筋力とかパンって使うからだからやっぱりこう足はある程度は太くなっちゃいます <laughs> だから何ジーパンとかジーンズ何履くとお腹がブカブカで足がパンパンとかありますねそれがちょっとねあの スポーツやってる人たちのあるあるですこんばんは子供と一緒に見てますけいまおすけさんつく時き疲れた時に目をつむってしまいます目をつむらないように何かいい方法ありますかうーんなるほどねいい方法だとまあ慣れ慣れがあると思う多分だしやっぱ慣れてないと怖いからだって実際怖くないですか 実際いきなりパンってきたら当たっても当たんなくても何かがバッってきたらあっ,って普通になると思う <laughs> 私だってだって私めっちゃビビリだから <laughs> あの本当にビビリだから <laughs> なんか飛んできたりしておおってなっちゃうの <laughs> だけど空手の時は別だけどだからこうギリギリのラインで突きとかやってあげるとか 目目開けてね目つむらないようにあとはそうだねなんかこうパッてパッてやるのにうんやっぱ目開け,開けてそのままちょっと打ってあげるとかしたらいいかな。で自分が打つ時もちゃんと打つ場所を見ながら打つ顔だったら顔をちゃんともう最後も最後まで見ながら打つっていうのをゆっくりやったらいいと思う最初は。 それをちょっとずつ早くしたらいいと思うどうだろううん手刀刀っていうのかな背中に刀使いますか使ってないですねアンズ T さんえー、っと喧嘩で空手を使ったことありますかないでしょ <laughs> ないでしょう喧嘩しないから私 あの喧嘩で手出したこととか本当にない手出す気にならないもんラインスタンプは部下に拒否されたらアウトですがスポンサー企業の件はちゃんと動きますねありがとうございますめっちゃ嬉しいありがとうございますいやー部下の方お願いします <laughs> お願いしますうーん 試合の時の決め顔も美しいのですがやっぱり顔の斬新も意識してますか <laughs> 何その質問 <laughs> 意識してないだからさ意識してないからねあの打ったあとになんかもうすっごい目つむってる時とかあるしなんかいやさっき目つむらないようにとか言ってましたけど実際試合じゃ結構目つむってる時はなんかカメラで撮られてる時とかめっちゃ目つむってるし なんかや,だなと思ってやっぱり組手の選手ってなんかそのこのこ相手来てで自分も打ってあーみたいなところとかあるから <laughs> なんか写真で決,まった決めた写真がなかなかないのがちょっと悔しい型,だ型はだってなんかこう受けた瞬間にめっちゃ綺麗に決まってるとかね気合い入れた時にめっちゃねキ友ナさんとかねもうすっごい顔してるし。<laughs> でも決まってるじゃないですかああいうのかっこいいなと思う肩の筋肉がついちゃうさあ肩の筋肉ねギュッてなっちゃうついちゃいますねあでも私も肩の筋肉割といい感じについてますよいつも三角筋いいねって言われます <laughs> 男性の方にいい三角筋だねって,て <laughs> 空手やればつきますよって空手を広めてますそれで三角筋にこう目を行かせて <laughs> えっとスタンプできたら買いますイエイ もうこの、あれですよ。ライブ見てる人は、スタンプできたら買います。<laughs> お願いします。えっ、ー、と、橋本くんとのカップル動画を見てみたい <laughs> マサヤンさん、ありがとうございます。橋本くんね。<laughs> チャラチャラチャラ橋本くんね。<laughs> えっと、あれですね。橋本くんは、実は、そうだよね。何幼なじみなんですよ。 で4つ下であの幼なじみって言っても本当にええー、もう0歳から知ってる生まれる前から知ってるみたいな感じなのでマジでもう兄弟みたいな感じですね弟みたいな感じだからでね何気なくポンってあげたけどあこれ彼氏と思われるよなって <laughs> 後からねみんなで「え彼氏と思われるんじゃない?」みたいな「確かに」って言ってそう橋本君いいキャラしてますよね 大輝可愛いんですよマジで朝倉未来が常にぼーっと全体を見てるって言ってた「あそう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 うんうんうんスパー中に横からなんか来ても分かる」そうそうそうあの私も目だけこの間プライベートレッスンしてる子がどこを見てる?」って言ったら「目を見てます」って言ったから「目だけを見てます」みたいな言ったからだから全体を見るようにしようねっていうのを伝えてでそれが。 いいか悪いか分かんないけどちょっととりあえずやってみてって言ってそれがハマればいいしで私は基本的に全体見てる人なのでそれどこ見てるかはみんなそれぞれだけどあ朝倉未来さんと一緒だなじゃあ私嬉しい嬉しいえー、配当か配当ね配当ってこれじゃない配当ってこれ絶対使わないわこれ。 なんか自分が怖いなんかどうやって使うかわかんないからえー、可愛いと言われるのと強いと言われるのどっちが嬉しいですか可愛いと言われる方が嬉しいです <laughs> 応援してます頑張ってくださいありがとうございます日清部警察さん <laughs> 配当当ち。あ教会ね教会やってましたね国分先生かな国分先生じゃなかった違うか やってましたね。二十年くらい前。三角筋いいね。<laughs> メロンパンさん、光秒知ってますか。知ってますよ。光秒は、えっと私の代の時の光秒がめっちゃ強くて女子。あのね、あれで負けました。インターハイ。沖縄のインターハイで光秒に負けました。まあ私が負けて、あの私のチームが負けちゃったんですけどね。 いいい思い出です前蹴り足で使えますかあ使わないな前蹴りよりあれ使っちゃうんだっけ前の足でなんかなんだっけどうするしたえっ、ー、と前蹴りじゃなくてわかる人わ <laughs> かんないよね <laughs> これこれ足で足で前の足でけこみだけこみ 毛込みつけ、使いますあやかちゃんの黒びかってるおでこが大好き <laughs> おでこテカリフェチマジおでこテカリフェチなんですかいつでもおでこテカらせてます <laughs> ほら、キロンキロンキロン <laughs> えーっと正解です目を消すると筋肉が固まるの脱力の極意の一つそうなんだへー あだからダラント見てダラントっていうかふわって見てるとそっかそっか目だけに集中すると固まるんだ勉強になりますありがとうございます即答あ即答けこみそうそうそうけこみけこみ配当はね国分先生得意技ですね国分先生今でももうガい、めっちゃいいからな <laughs> めちゃめちゃ胸板熱いんですよ <laughs> うん、国文先生強かったみたいですねすごい国文先生にはよくしてもらってます Hello from44? Four ん何フォートガルポルトガルだフォーじゃないポルトガルポルトガルからありがとう Thank youHelloYeah you are more モチベーション for me. えあなたは私のモチベーションみたいな感じ ?But sorry, I don't understand Japanese.Ah,、uh, okay.I like how your videos. ありがとう !Thank you. いや、うれしい。ポルトガルからのあのお客様、ありがとうございます。あのね、 今頑張って読んだ <laughs> 今頑張って読んだなんか私のやる気につながりますみたいなあなたのそうムービーは私のやる気につながりますでもあのー、日本語が理解できないですごめんなさいみたいな I like how do your videos hard hard が分かんないけどねでもビデオがナイスみたいな感じだよね ビデオ最高みたいな感じ。本当にありがとう。マジでありがとう。カルロス・アベスさん。カルロス・アベスさん。ありがとねー。いや、嬉しい。本当に嬉しい。なんか、ね、この YouTube をやり始めてから、こういう海外の方とのこのコミュニケーションもだんだん取れてくるから、めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうイコール。オブリカート。オブリカートなのオブリカート。 <laughs> いやー嬉しいありがとう <laughs> うんえー、ありがとうございますエミリオさんこんばんは彩香さんとっても可愛い応援してますありがとうございますダニエル哲平さんいつも一生懸命 <laughs> 一生懸命ですか <laughs> ありがとうございます同窓会なんかに参加したら めっちゃ目立ったりしませんか。か同窓会ないっすね。<laughs> 同窓会ないっすね。なんか、私、あんまり。うん、地元の友達とかいない。うーんと、次はおでこ全開、テカテカでお願いします。<laughs> 自分は果てしなくおでこです。<laughs> 最高。最高なんですけど。マジで。なるちゃんさん、最高。<laughs> いやー公認初段って難しいですかうーん基本的なことができれば大丈夫だと思う初段はだって型基本動作と型だからえっとねそんなに間違いなければ大丈夫だと思いますえっと私は子供 心から人にアピールすすることが得意ですそのせいで勝てて決まっていなくても大声を出して3ポイントを取ったかのように審判にもうアピールを決める <laughs> 決め込みますそんな自分は卑怯だと思いますがただの選手はそう思いますかいいと思いますあの自分のアピールポイントって全面的に出した方がいいと思うだから自分がそのねこうアピールできるって分かってればそれを強みにすればいいし わざわざそれをなんかアピールしたら恥ずかしいとかって思っちゃうとよりなんかここううう技も縮こまっちゃうと思うんだよねだから技も大きく出せるで気合も大きく出せるでアピール決まったっていうのは空手にもめっちゃ大事だし他の競技とかでも絶対大事だと思うその見せるってことは自分をいいよくいい感じに見せる。 っていうのはすごく大事だと私はそれが苦手でアピールするのが苦手でだから地味な組み手をずっとしててでやっと最近こう蹴りとかも使えるようになってきてちょっとずつこう自分を出せてきたのかなって思ってます月と蹴りどちらかというと得意な方はうーん今までは月ですねうん月で大体取ってました最近おうち時間がこうコロナで増えたせいで蹴りが得意になってきました えーっとブルース・リーうーんああ理論ねブルース・リーは背骨が一つ心臓の横だけ左曲がってるんです左重心はパワーが出る理論言ってるんです左重心とか意識したことうんどうだろうあんまり私はもうこの軸 軸を前後ろにするっていうのを意識してるからうあんまりそうだね意識したことないかも空手選手がピアスをしたら弱くなりますかなんないでしょうなんないとあの空手中はやっちゃダメですよ空手中は危ないからやっちゃダメだけど私もあの空いてますそれはなんないと思うでもなると思ったらやめといた方がいいと思う <laughs> もしもしね自分が弱くなるだろうなって思ってたらやめた方がいいと自分のちゃんと意見に従った方がいいと思いますなんか私ねならないって言って「なったじゃん」って言われてもちょっとね <laughs> 悲しいからはじめましてゆかりさん私も主刀流で空手道を学んでます彩香さん動画すごく勉強になりますこれからも応援しますありがとうございますいや嬉しい動画がこんなになんか なんかれ勉強になりますとかなんかいつも見てますって言われて本当に嬉しいですありがとうございます手数とスピードは相手の場合どう対処してますかうんそうだねえー、どう対処してんだろうその時の相手の前とかにもやるんですけどね えーとねー手,数手数多い人は絶対目を離さないこともう、まあ、全部そうだけど全部目を離さないことだと思うけどでも手数多い人って打ってこっちが決めてもまたやってくるから絶対だからなんだろうこの1個落としたからって安心しない、ね、1個2個3個まだ来ると思,い思ってることが大事かも準備準備。 大事かな <laughs> マジカルトさんふざけてる <laughs> スウェーデンよりありがとうございます <laughs> じゃあキックボクシングなんですが空手で斬新をしてる時は反撃されないのですかうんされますよ斬新「えー!」って取ってて「えー!」って取ってたらバーンやられる可能性もめっちゃある <laughs> めっちゃあるからあのね危険斬新取ってそのままは危険彩香さんの料理動画みたいですいやー料理私の料理男飯っすよ <laughs> 今度作りますねじゃあ3分クッキングってやりますねなるちゃんさんアピール大事そうそうそう 髪の毛薄くて伸ばして隠してたけどスキンヘッドにしてたら逆にアピールするようになりました <laughs> マジでもさスキンヘッドかっこいいよねかっこいいと思う本当にうん連勝記録はああ私覚えてないですねなんかあんまりな全然覚えてないな <laughs> すいません全然覚えてない中断 蹴りに耐える腹の鍛え方マジ鍛え方えー、私は <laughs> 私はえっ、ー、と高校の時にあゆみ先輩と同じ高校って言ったじゃないですかあの植草あゆみね植草あゆみ先輩と同じ高校であゆみ先輩の蹴りバンバン受けてたからもう他の人の蹴り痛くなかった。 あゆみ先輩に言ったら怒られるかもしんないけどマジであゆみ先輩ってケリーほんと痛くてもう逃げたくなるんだけどでも逃げちゃダメだから打ち込みだからね打ち込みだから逃げないでちゃんとグッて <laughs> だからあゆみ先輩のおかげで体強くなりましたほんとにほんとにほんとに <laughs> うーんと。 空手するときはネイル取るんですよね。あ、取んないですよ。えっとね、伸びちゃったらダメだけど、マジでいつも短くしてる。もう、キワキワにしてる。だから、色塗ろうが塗らないが同じだから、ネイルはね、あの、テンション上がるので、やってます。<laughs> 沖縄でセミナー開いていただけますかめっちゃ行きたい。めっちゃ行きたい。これガチだよ。これマジでガチだよ。沖縄に本当に本当に行きたい。 汚すぎてもううずうずしてます。あ、ニコニコ坊主さん、お眠の時間です。おやすみなさい。おやすみなさい。この前の海開け焼けました。そうですね。<laughs> 焼けましたね。あの、もういつでも焼けてます。そう、斬新中で攻撃していい,い,いです。いいです。あの、やめがかからなかったら、まだ続いてるから、やめがかかって終わりだから。 めがかかるまでではもう集中しなないためなんです距離感の研究は段階でどれくらいのレベルから始めるのがいいと思いますかえー、距離感の研究え最初からやってていいと思いますよ距離感だってやってて損ないから別にここまで来たらやるとかそういうのじゃなくてうん組み手始めたらやるべきだしすぐね <laughs> そうですね、あのいいと思うことはどん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 やったほうがいいと思いますなんか後回しにしちゃうと結局なんか最初からやっとけばよかったなって思うことが私は結構あるのでこれができたらこれやろうとかじゃなくて別にやりたいと思ったらやればいい <laughs> じゃないだってやりたいじゃあこれうーんそうだな1年後にこれやろうかなと思っててだって明日変な話ね明日死んじゃったら。 一年後にやるんじゃなくてあ明日やっとけばあ今日やっとけばよかったと思うし絶対だから私はやりたいと思った瞬間にもうやりますええー、<laughs> このマイケンはグニゃグにゃ動かす選手やりづらいんですやりづらいですかグニゃグニゃ動かす選手こうやっていや別に大丈夫ですマイケン落としちゃえばいいから <laughs> 落とせばいいいんじゃないですかもうやりづらいところはもうなくしていく自分でどん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 抑えていくおさんさ最近見始めたばかりですがとても楽しく見させていただいてますありがとうございますなんかあのこういうの見たいなとかあればぜひたくさん応募してます <laughs> うんえー、今度試合出るとき紫 紫の髪はちょっとなああ、でも私今あれです、赤です今っていうか最近ずっと赤ですけどレクス選手の蹴りがくぶるですよねマジで怖かったあの時は本当に今の方がもっと最強ですけどね <laughs> マジでもうど,どんどん強くなってきてる海外の空手家のうんとちょ、ううんちょうえ 黒エブルースさんの蹴りが綺麗でいつもいてるんですけど足が真上ぐらいあ柔らかい人羨ましい真上真上すごいなすべてのコメント読んでいただいてありがとうございまするいやこちらこそありがとうございまする <laughs> うんお一番 MMA やってるんですがどのタイミングであんな風にパンチをもらわず自分のパンチを当てることができますかえこれはどのタイミングっていうのは距離がちょっとでも近くなったタイミングで自分行くのもあるし相手がこう来る瞬間の体の動きこのグッっていう動きこれに合わせて自分が行けばで体をちょっとずらしながら行くと技が決まります。だから 正中線より、本当にちょっとずらすだけ。で、技が抜けたりするから。それが面白いですね。ちょっと。ちょっと。ちょっと。これだけで大丈夫。<laughs> まつげが。九十度上がってる、九十度に上がってますか。空手を極めると、ケという。けと。いうけ。が。逆立つのですか。そうかもしれないですね。<laughs> 髪の毛は下にシュンって塗ってるけどまつ毛はね上がってますえー、そうだねそろそろチャットの参加者はそう前より多い嬉しいチャットの参加者めっちゃ多い嬉しい嬉しいいやそうこのチャットに入っている皆さんが私の空手ムーブメント受けてくれたら めっっちゃ嬉しいななて思うなんかあとあ告知していいすか告知していいですか告知してないえっ、ー、と今月の26日10時から私の空手ムーブメント空手の動きを使ったエクササイズを開催しますでズームでやるので。 あのいつも概要欄にねあの予約のところっ貼ってあると思うので10時から朝の10時からね私と一緒に動きたいよーって人はぜひ予約入れてくださいで、二26日でしょそれが27日の11時からは私と体幹パーソナルトレーナーのけいちゃんって子があの一緒に。 イベントをするのでそれも Zoom でできるのでよかったら皆さん参加してくださいこれもねあの一端末ごとの値段だから私のだけの空手ムーブメントは一端末2500円だから家族でみんなで受けてもいいよあとうんとね2日目のけいちゃんとのコラボのやつはめっちゃ音楽ノリノリでやるからラテンのやつラテンのにするね 今回はちょっとラテン系の音楽にして一端末3000円だからこれも友達とか家族とか一緒に入っても一端末3000円だからもうみんなで受けてほしいいっぱいいていいよこの端末の中にいっぱいいて OK こないだもめっちゃいっぱいいたな10人ぐらい <laughs> 10人ぐらいでてわーってやってたからそれでも全然いいですもうねとにかく 私たたちのこのこ活動とかを知ってもらいたい一回受けてもらいたいっていうのがありますねえー、っとふんクラゲルセミナーいろいろ勉強になる話がありましたがこれが頭に残ってしまいますやめてください <laughs> いろいろ言ったよ結構結構喋ったよそうだねちょっといっぱいあるけどわおタイからマジ マイペンレイジョンありがとうございますタイのありがとうございますわなんだっけわ <laughs> かんないタイのありがとうございますわなんだっけタイ行ったことあるのに忘れちゃったよコロナが収まったらあやか道場チャンネルのオフ会ですねお、いいねオフ会しましょうオフ会オフ会あ、か骨粉か,骨粉か根本さんありがとうございます教えてくれて 嬉しい、今日はそうだねタイとあとはどこだっけポルトガルからの <laughs> ご参加がありましたいや嬉しいちょっと眠くなってきたやば12111時か11時半じゃんもう寝なきゃ皆さんもちょっといや26仕事えー、仕事か仕事ない人はもう絶対入ってくださいお願いします 待ってます皆さんの <laughs> ご参加待ってますうーん。多国籍グローバルのチャンネルだそうですねどん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 あのー、このファミリーを増やしていきたいと思います皆さんもぜひぜひあの何こっからもいっぱいなんか動画本当にみんなと作っていきたいなと思っててこのみんなが こういうの欲しいな、こういうのいいなっていうのをどんどんやっていきたいと思うので、うん、そうですね。みんなで作り上げていく YouTube なのかなって私自身は思ってます。<laughs> こんな長い時間までありがとうございました。長い時間77分も話してる。いやーありがとうございました。今日もたくさん盛り上がりました。<laughs> よし。ではでは。 <laughs> 卵卵パック <laughs> 卵パックしてツルツルにしてくださいもうあの勝負しましょうね私とこのツル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 の私と勝負しましょうね <laughs> 寝落ちしてましたアーカイブ見ときますいやー夜遅くにありがとうございますもう,皆さ,さもう皆さんしっかり寝てくださいもう睡眠めっちゃ大事なので皆さんしっかり寝てください今日もありがとうございましたまたお話ししましょうね バイバーイ。みんなバイバーイ。<laughs> おやすみなさーい。26、27、待ってまーす。おやすみなさーい。